幸い区役所作成、離乳食に関する動画について幸い区役所ではお子さんの健やかな成長を支えるとともに離乳食を通じて家族の健康づくりを応援することを目的に離乳食教室を開催していますこの動画は幸い区役所の離乳食教室の内容や離乳食教室でお話しきれなかった内容 ご要望の多かった内容を中心に作成しています。時間や場所にとらわれず、離乳食に関する情報が得られるよう動画を公開しています。動画でご紹介している作り方などはあくまで一例です。ご家庭の状況に合わせてアレンジしてみてください。この動画が皆様の離乳食作りや食を通じた健康作りの一助となれば幸いです。 離乳食の作り方、豆腐編。特徴、すりつぶしやすく作りやすい食材です。冷凍すると、ぼそぼそしやすくなるため、冷凍ストックには向きません。1、絹ごし豆腐を用意します。今回は、 2 0ム程度で作成していきます2沸騰したお湯に豆腐を入れゆでます電子レンジでも OK 耐熱容器に水を大さじ1加え軽くラップをかけ600ワットで30秒ほど加熱します3 すり鉢とすりこぎなどを使い、滑らかになるようすりつぶします。四、滑らかになったら完成です。幸い区民の皆様へ、離乳食や栄養に関するご相談は、幸い区役所地域守り支援センター地域支援課 地域サポート係栄養士まで。電話番号は0445566693。お気軽にご連絡ください。